ものの一時的に晴れる可能性もありそうです。おそらく傘が必要なぐらいの雨の降り方にはならないと見ておりますが、気になる方は傘を持つようにしてください。先島諸島では午後になると日差しが届くチャンスもありそうです。このように全国の天気アイコンと気温を見ていきました。ここからは明日の天気の魂、予報センターで特に気にしているようなところ、注意していただきたいところを見ていきたいと思います。魂のアイコンです。明日の魂のアイコンですが、そうですね、明日の魂のアイコンはやはり関東エリアになっていきそうです。午後になってくると関東エリア、特に山梨のあたりで雨雲が発生し、そこから東側に雲が広がる可能性がありますので、明日も天気急変可能性があり、特に今日と比べるとさらに可能性が高めということで、後曇りの天気アイコンとしております。午後から夕方にかけて天気急変しないか注意するようにしてください。またこちらは中部そして近畿などではかなり雲一つないような青空となるところがあるだろうということで、晴れ一発、晴れのみの天気アイコンとしております。こちらもよく晴れて穏やかな天気となりそうですので、こういったエリアでは日差し有効活用していただければと思います。そしてここから先1週間の天気も確認していきましょう。週間天気をお伝えしていきます。この先の週間天気、やはり気になるところは梅雨入り、どこになってくるのか。例えば九州、そして中四国、近畿、東海、関東、関東などでも梅雨入りする可能性はあると見ておりますので、こちらしっかりと見ていきましょう。この先の1週間の各エリアの天気アイコン、このようになっています。主要地点ですが、北から見ていきますと北海道などでは前半晴れるところが多くなる予想、ただし西日本などではだんだんと雨が降るような天気となっていきそうです。天気の大きな流れとしましては、周期的に天気が変わる予想になっています。細かく見ていきますと、6日頃は北日本、東日本晴れるものの、西日本では天気下り坂、九州などでは夜から雨が降り出す予想になっています。7日になりますと九州の雨雲がだんだんと東に広がっていきまして、東海エリアまで雨が降る予想、そして東日本でもだんだんと雲が多い天気となりそうです。8日になりますと東海まで広がっていた雨が関東や東北まで広がっていく予想になっています。その代わり西日本では天気が回復していきまして、9日にかけてしっかりと晴れる予想になっています。そして10日各地雲が広がりやすくても日差しが届く天気となりまして、11日になりますと西からまた天気が下り坂、雨が降るところが多くなりそうです。細かく天気図で確認していきましょう。5日、明日はしっかり晴れるところ多くなりますが、6日になりますと中国大陸から低気圧、前線がだんだんと東に進んでいく予想になっています。低気圧、前線の雨雲が西から東に動いていきますので、九州などでは夜になってくると雨が降り出す予想になっています。このため梅雨入りが早ければ九州エリアでは6日に梅雨入りする可能性があります。そして7日見ていきますと、引き続き九州エリアなどでは雨雲広がっているような状況ですが、だんだんとこの雨雲が東に動いていきまして、東海エリアなどにも広がってくる予想です。このため早ければ中四国、近畿、東海エリア、こちらでも梅雨入りとなってくる可能性があります。また8日になってくるとさらに雨雲が東に進んでいきまして、関東南部などでも雨雲が広がり、関東エリアでも梅雨入りになるかもしれません。そして9日になっていきますと、西日本などには高気圧が張り出してきますので、西日本では一旦天気回復し晴れるところが多くなりそうです。前線の活動も弱まっていきますので、前線こちらは切れているような状況ですが、弱い前線が引き続きこのようにつながっている状況。そして10日になっていきますと前線は一旦かかれなくなっていきます。おそらくこういった形ですね、前線が伸びているような状況ですが、高気圧が張り出しておりますので、特に東海や四国、近畿などでは晴れるところが出てきます。11日になりますと西から広がってきております前線の影響で、西日本は天気下り坂、
また雨が降り出すという天気になりそうです。このため各地の天気予報戻って見ていきますと、梅雨入りする可能性があるのがやはり九州では6日ですね。そして東海、近畿、中四国に関しては7日、関東でも8日に梅雨入りする可能性がありそうです。あくまでもこちらは早ければということになりそうです。なぜかと言いますと、一旦この前線が盛り上がっていくんですが、その後9日、10日などでは各地一旦前線の活動が弱まって雨は止み、梅雨の中休みに入る形になるため、梅雨入りを先に伸ばして後ろ側にしてですね、11日頃に九州とする可能性もあるという状況になっています。ですので九州エリアの梅雨入りが6日になるのか、それとも11日以降になってくるのか、可能性としては2つありますので、こちら梅雨入りの情報などはこまめに確認するようにしてください。そしてこの先1週間天気で特に注意していただきたいポイントとしましては、こちら前線通過するタイミング、雨の降るタイミングの太平洋側という形になっていきます。7日など西日本太平洋側では前線に向かって暖かく湿った空気が南から流れ込んできますので、雨雲が活発化しやすく雨の降り方が強まる恐れがありそうです。一部では道路冠水につながるような雨の降り方となる恐れがありますので、雨が降るタイミング、太平洋側の雨の降り方注意するようにしてください。7日は西日本太平洋側のエリア、8日は西から東日本の太平洋側の雨の降り方というのが注意が必要になってきそうです。また各地の気温を見ていきますと、ここ数日北海道エリアではかなり肌寒い体感となっていましたが、6日以降は気温が20度前後まで上がっていく予想になっています。晴れるタイミングでは少し暑さ感じる体感まで気温が変わってくる、体感が変わってくる可能性がありますので、体調管理気をつけるようにしてください。西から東日本は引き続き気温は高め、25度前後の気温で推移していきそうです。湿った空気なども流れ込んでいきますので、湿度が高くかなりジメジメとした体感にもなっていきますので、こちらも熱中症などにも注意をするようにしてください。気温があまり上がらなくても湿度が高いと熱中症にかかりやすくなりますので、こちら注意が必要になりそうです。以上、予報センターから最新の天気、そして週間の天気までお伝えしていきました。ここからは皆さんからいただいた動画などをご紹介していきたいと思います。
Thank you.
こんばんは、日付が変わりました、6月5日月曜日になりました。はい、6月5日は落語の日、そして老後の日だそうです。あーはー、老後の日ですか。ちょっと月曜日なんで、森田さんのね出演枠もありますんで老後の日ですねって皆さんでまたコメント書いていただければですね、喜ぶと思いますよ。もう僕もね、初老を迎えてますんで、老後って言われると他人事ではないですけどね。他人事ではないね。はい、さあそれではちょっと今日ね、持ち越したコーナーもありましたけれども、まずは皆さんの天気聞いていきましょうか。今の天気は忘れないですよ。天気大好きです方ね。はい、今の天気をお聞きしていきます。さあ、今一瞬ちょっと窓を開けて外の天気を確認してみてください。星は見えますか、見えませんか。今日は月と木星のねランデブーみたいな話もありましたんでね、見えるといいですけど、関東ちょっとね雲が出てきたみたいで、リポートを見ててもなんかその隙間から撮影しましたみたいなねリポートが多かったですね。鹿児島月見える。おお、札幌曇り。寒いってきてますね。札幌寒そうだな。確かに岡山晴れです。西日本は結構晴れてますね。大阪も晴れ、ありがとうございます。秋田雨が降ってます。宮城は星空寒い。お、宮城晴れて、ああそうですね、宮城晴れてますね。東京薄曇り、福岡晴れ、名古屋晴れ、そうですね。はい、あ、宇都宮雲出てますが晴れてます。はい、コメントありがとうございます。幕張どうなんでしょうね、晴れてるとは思うんですけど。ああ、ちょっと曇ってますか。月が見えない。もう見えなくなっちゃった。あ、なんか雲見えますね。なるほど、曇り気味ですって。はい、あ、札幌曇り、ストーブ稼働中。ストーブ耐えてますか。ですよね。北海道でストーブの心配がないっていうのは7月8月ぐらいですよね。で、8月もなんかお盆過ぎると急に寒くなったりしますからね。もうあっという間ですよ、北海道の夏は。さあ今日は出会いはなかったですか、皆さん。窓をガラッと開けた同志たちの出会いはなかったですか、この時間に窓を開けるっていうね。夏嫌いだから北海道羨ましい。すごく気持ちわかりますね。僕も全く同感ですね。もう僕は北海道出身なんでそうなってしまったんですけどね。あ、出会いはなかった、猫がいた。ラッキーですね。はい、最近よくカエルがいる。面白いですね。はい、入ってきました。虫との出会いですね。猫いいな、来てますね。はい、あ、やっとホタル見かけたよって。この時間だとね、もうさすがに飛んでないかなって思いますけど、10時過ぎぐらいまで飛んでるとこあるみたいですね。
はい、ということでそろそろ締め切っていきたいと思います。5秒前です。4、3、2、1、終了です。ピーン。はい、それでは見ていきましょう。どうぞ。さあ、晴れが多い。マップでも確認しましょう。雨がちょっと少なくなったかな。はい、でもまだですね。はい、まだ北海道の南部と東北の北部はちょっと雨雲がかかっておりますね。はい、さっきよりも東北あたりの晴れが広がってきたかな。はい、離島の皆さんも報告ありがとうございます。すごいっすね。嬉しいです。はい、ありがとうございます。さあ、それではここからは怒涛の VTR のお時間です。まずはこちらのコーナー、今週のおはキャッチですよっ、さあ、それでは今週7本朝のおはキャッチをご覧いただきましょうか。それでは参ります。どうぞ。続いてはおはキャッチ。おはようの一言に添える今朝にぴったりのキャッチを紹介します。今日は5月29日幸福の日ということで、幸せなもの見られるといいね。あれ、顔変わってる。虹も見ましたし、キラキラ、目がちょっとキラキラしちゃって虹の色が変でした。そういう虹であったり虹ですか、だったり綺麗なものを見ると虹じゃないですよ。本当に目がキラキラしますよね。見られると思いますってコメントいただいて、ね、頑張っていきましょう。それでは実践をしていきます。おはよう。今日は幸せなもの見られるといいね。それでは元気にいってらっしゃい。なんだろうな。ということで今日のおはようにさえる一言はこちらです。じゃん。暑いね、雨はいつ降るんだろうということで、雨、まあ、週間天気確認していくと雨の日この先多くなりそうですけれども、まあ、今日はね暑いねということで、そう、コーンちゃんバテて見てください。ちょっと焼きコーン、焼きトウモロコシになりかけですね。暑いですからね、こんがりコーンにこれからどんどんなっていくかと思いますよ。皆さんしっかりと対策を行うようにしてくださいね。それではこちらで実践していきたいと思います。いきます。おはよう。今日は暑いね、雨はいつ降るんだろう。いってらっしゃい。続いてはおはキャッチ。おはようの一言に添える今朝にぴったりのキャッチを紹介いたします。今日は天気急変に注意が必要ですので、もくもく雲が見えたら注意だよ。目が変わったね、完全に。ということで今日はね、バレーボールのキャラクターか、ボーリングか、皆さん過ごしてみてください、ね、リボンちゃんもちゃんと上を見て空読みしてます。バボンちゃんですね。それでは実践をしていきたいと思います。バボちゃんじゃないです、バボンちゃん。おはよう。もくもく雲が見えたら注意だよ。それでは今日も元気にいってらっしゃい。続いてはおはキャッチ。おはように添える今朝にぴったりのキャッチを紹介いたします。今日のおはキャッチはこちら。どーん、6月に入りました。あ、普通になった。新しい傘買ってみない。普通になったということで、いろいろな傘を描きました。どーん、はてな。なぜはてな。え、あ、そう、選んで、あ、これ選んでるんですよ。あ、選んでるのと買ってみないって聞いてる、リモンちゃんが皆さんに質問してる。
嘘失笑って言われちゃったあーねリボンちゃんこの間控え室にお菓子を置いてたら置いたんですよ皆さんで食べてくださいってそしたらアイリンさんがありがとうリボンちゃんと言ってリボンちゃんをノートに書いてくれたんですね、うん、でそしたらさやねさんがありがとうこっちもリボンちゃんと言ってリボンちゃん書いてくれて、うん、その後いずみんさんもありがとう3人目のリボンちゃんってみんなリボンちゃん書いてくれたんですけど、うん、さやねさんのリボンちゃんがなんかすごい目が怖くてすごい目が怖くてそれが面白くてちょっと出社した時になんかこう楽しい気持ちになりました一人で楽しい気持ちそうなんですよすごい面白かったです、はい、では実践していきたいと思いますおはよう新しい傘買ってみないそれでは今日も元気にいってらっしゃいということで今日のおはようにさえる一言はこちらですじゃん怖かった二度寝していいはい夜から朝にかけてね激しい雷雨のところが多くなっていましたね雷怖かったよという方も多いかと思います今もまだ福島や仙台の周辺ですかね宮城のあたりで強い雨や雷雨になっているようですね注意が必要ですさあ、うん、私あんまり怖いっていう感じじゃなくておおすごい雷鳴っとるな大丈夫かなと結構堂々とした感じなんですけどねどっしり構えるタイプなんですけどちゃんと演じていきたいと思いますそれでは早速実践していきますおはよう怖かった二度寝していい？いってらっしゃい行くでということで今日のおはようにさえる一言はこちらですじゃん梅雨入り前にお出かけ連れてって先ほど週間のお天気も確認していきましたけどね眉毛梅雨入り間近眉毛ですかね梅雨入りが見えてきましたね今週末は貴重な晴れの週末となりそうですそこんちゃんねサングラス太眉じゃないサングラスをデコにかけてますね眉毛じゃないよあれ眉毛に見えた皆さんサングラスここにかけてあと口紅もしっかり塗ってセクシーな唇になってますねお出かけ準備万端ですもうお出かけ今すぐ連れて行ってほしいコーンちゃんですね今時そこに乗せる人いるよなさあそれでは早速実践していきたいと思いますおはよう梅雨入り前にお出かけ連れてって続いてはおはキャッチおはように添える今朝にぴったりのキャッチを紹介します今日はこちらです梅雨前の最後のカラッと晴天今日日曜日なんですけれども日曜日しっかり晴れてこれカラッと晴天になるのは、ね、すごくバランスのいいノーマルだねこれね今もなく梅雨に入りますし今日日曜日なのでお出かけであったりお洗濯の外干しであったりそういったものを楽しんでいただきたいんですね模範集ニッコニコリモンちゃんですね、はい、模範集輝いてますね日曜日の日差しを有効に皆さんご活用くださいそれでは実践をしていきますおはよう梅雨前最後のカラッと晴天ですそれでは今日も素敵な一日をお過ごしくださいはいありがとうございます素敵な日曜日過ごせましたでしょうかさあということでおはように添えるキャッチ聞いていただきました続きましてはこちらのコーナー対する夜の、なんだろうねお姉さん方のキャッチでございますおやすみキャッチ
何も出てこないですね。もうね、なんかね、キャラクターが強すぎていろんな人のが出てきちゃって、もうなんか総称できないみたいな感じですよね。はい、さあ、それではこれも7本かな。はい、7本連続で見てまいりたいと思います。それでは行きましょう、どうぞ。はい、お休みキャッチになります。はい、今日はですね、こちらになります。つい先ほど決まりました。1時間ごとに空ボタンでお聞きしていくので。え、はい、あれまだ1週間前させていただきたいなと思います。あ、そうなんだ。では行きましょう。1時間に1回会いに来てね。アイコンだけに。おやすみなさい。おやじギャグ出た。おやすみキャッチ。お休みに添える夜のキャッチをご紹介しています。今日は暑かったですね。ということで涼しいもん、滝見たでしょ、アイスも見た、あとは湖も見た。ということで暑い日はまだまだ続きそうですが、逮捕です。暑さから一緒に逃げよう。おやすみ。逮捕です。こっちですか。嘘、そうですね、ここですね。あ、今日はぼっこにも登場してもらったし、ぼっこにまつわるお話も聞けたし、いい夜だったね。おやすみなさい。なんか今なんか一瞬出たぞ。おやすみに添える夜のキャッチをご紹介します。簡単のか今のは。今日は都心でゲリラ雷雨もありましたし、この時間も強い雨の報告たくさん届いてます。雨のエリアの皆さんは不安ですね。なので雷に気をつけて、おへそを隠して、おやすみ、気をつけてくださいね。おやすみキャッチ。お休みに添える夜のキャッチをご紹介します。6月に入りました。梅雨入りするエリアも増えていきそうです。傘早く使いたいなということで、はい、雨が恋しい。おやすみ。いや、今週は相当積んだんでしょうね、契約金をね。3回も出てます。4回も出てます。4回も出てます。お休みに添える夜のキャッチをご紹介いたします。今日はお出かけした気分、たこ焼きも食べて、ソフトクリームも食べて、あと何食べたかな、覚えてないけどいっぱい食べました。ふー、お腹いっぱい。幸せなままおやすみ。太りますよ。太ります。おやすみキャッチ。おー、5連続じゃなくてよかった。おやすみキャッチ、今日は、おやすみするキャッチを紹介していきます。あ、では、今日はですね、お出かけした気分のコーナー盛り上がりました。みんなで、いっぱい歩いたり、滝でシャンプーしたり、あとなんかお蕎麦をみんなで食べたり、なんかみんなでスマブラをやったり、いろいろ盛り上がりましたね。ということで、みんな今日のお出かけでパワー溜まったよね。これで無事月曜日も迎えられると思います。明日も頑張っていきましょう。おやすみなさい。ようこそ月曜日。はい、ということで、おやすみキャッチをご覧いただきました。あー、今週松井木が4本も多かったですね。うん、多いですね。しかし驚いたのが、予報フィードバックの企画会議がまだ1週間前だったっていう。あとぼっこちゃんのね、ゆかい工学さん、そうです、ね、ゲストに来ていただいたのもまだ数日前だったっていうこと。最近ですね。最近でしたね。
そうなんだっていうね、ちょっと衝撃的ですけども、はい最近でしたね、はい、そうかそうかそうかおさあじゃあ行きましょうか、はい、それでは続いてこちらのコーナーです。ドライブ24名場面名場面ということで、はい、今週12本ありますんでね、はい、行きましょうか、まずは5月29日月曜日のミッドナイトから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。なんとあの木曜日からは6月です。お、いやもっとこう梅雨の季節に入るエリアも増えていきそうですね。私も傘買おうかな、うん、今年初めて下ろした傘をその日になくしたので、若干まだあのショックから立ち直っていないんですけれどもなくした、うん、梅雨の時期を楽しく過ごすために欲しいな。あとはあのイベントもありますからね。いつでしたっけ、梅雨の時期をもっと楽しく過ごすための傘講座みたいな、6月の44日、4日、6月の4日ですあれも場所とかもいいんですよね、はい、日本橋の三越にて行われます。どこでしたっけ、あの、ね、ここにねちゃんこさんがいるんですよ4、4ってやってたのに44日って言っちゃったんですけど、4日、6月の4日です、失礼いたしましたなるほどね、あれ全部計算ですからね44日なんてあるわけないっていうのは小学生でも知ってますから、ね、騙されないでくださいよ、はい、さあということで、続いて参りましょうか。続いては5月29日月曜日のサンシャインから届いております。それでは見ていきましょう、どうぞ。猫と猫に挟むナナナね、えいいですね、小動物的なね可愛さがありますよね、はい、さあ、癒されたところで続いていきましょうか。5月29日、多いな、5月29日、月曜日のムーンから届いております。それでは行きましょう、どうぞ。こんばんは。週末からの蒸し暑さと寒暖差に体調維持が大変ですが、サーヤンは大丈夫でしたか自律神経にきますよね我らのアイドル頑張ってぼちぼち行きましょう、今日もよろしくお願いします、ありがとうございます面白いですね、サーヤンサーヤン自律神経にね、確かに行きますもんねこんな感じでボコちゃん喋ってくれます。ボコちゃん結構面白いですね、これから活躍してくれるかと思いますでは私からもご紹介していきましょう。次の方はムナッチさんです。さあや、違った言い方よ、なんだっけ、さあやん、違う、さあやん、さあやんだ私引っ張られちゃった、自分のサーヤンの名前の発音が分からなくなっちゃった、サーヤン、だ、うん、サーヤン、こんばんは、忘れちゃったやお疲れ様です。おう、サーヤン、はい、大丈夫ただ大丈夫ですびっくりしたダメだ、もうちょっとサーヤンって言っちゃいますね、サーヤン自分の発音忘れるって私自身も動揺を隠しきれないんですがもうすべてはちょっとボコちゃんのせいだよ当選しちゃった当選しちゃった
ごめんね、ぼくちゃん。はい、何なんでしょうね、その彼女の、素直さというのか、抜け具合というのか、ね、本当に楽しい方ですね。はい、もう自律神経がね、あの時点でちょっともう崩されてしまいましたよね。はい、さあ、それでは続いてまいりましょう。続いても5月29日月曜日ナイトから届いております。それではご覧ください、どうぞ。はい、お願いします。暑い暑い、10位以下、暑さで暑いなかったら、じゃあいいですか。はい、はい、お願いします。何これ、当たった、当たりました、当たった、何だったんだろう。え、何、4位、お、4位、暑い、あ、1位じゃなかったんだ、1位かと思った、4位です。だから6点入ります。6点、あ、6点、ちょっと書いとこう。6点、よし、結構いい点取ったんじゃないですか。日焼け、日焼けか、そっか、これも暑さ、そっか、日焼けね。じゃあいきますよ、日焼け。10位か、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 日焼け、日焼けくる。やったなんか強烈な声が出ました。皆さんの、はい、負けですよ、これ順位入ってなかったってことですよね。ランク外、ランク外です。はい、ランク外です。はい、ということでね、え、素の藤岡、あー、負けず嫌いよってところはあるよね。そう、そうですよね、負けず嫌い天使、天使なのかそれ。負けず嫌いっていうのは天使なのかそれは。はい、さあ、それでは続いていきましょう。5月30日火曜日のムーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。こんばんは。5月30日火曜日、時刻は20時1分を回りました。ここからはトライブムーンの時間です。今日は松雪彩香が担当いたします。よろしくお願いします。あのですね、後ろの照明が切れてしまったということで、どうしたのってやっぱり来てますね。今急遽スタッフの立石さんが試行錯誤をして、若干明るくはしてみたんですけれども、あれ、もう治った、あー、なんかすごいことスパークしました。パーティーみたいになってる。これは合ってますか。ダメです、これはちょっと、これはダメですね。パーティー会場みたいになっちゃう。なんか気のせいか緑とか赤になってましたね。すいません、間違えましたということです。はい、ということで、あれ、今は直ってるのかな。あ、今はもう明かりがついてるんですね。はい、いやあれね、裏側の話をすると、照明の調整が非常に、なんか微妙で分かりにくいんですよ。なんかこう ボリュームみたいなやつをくる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 って回していくと、急になんかピカピカピカってなったり、パッパッって色が変わったりっていう、なんかよく分かんないんですよ、あの調整が。はい、そうで、僕も散々やってみたんですけど、分かんなくて、
あの立石はちょっと分かるらしいです微妙なところここだみたいなのはい。さあそれでは続いて本日6本目になります。5月31日水曜日のサンシャインから届いております。それでは行きましょう。どうぞ。まずはサンシャインリポートです。まあ今日は不安定ですからね。ということで今日のテーマはこちら。今の空ユーの気持ちは安定不安定はいすごいなんかスタッフさん今のこれを出してくださったこれを出してくださったスタッフさんに何これって振り考えたんですよ朝から振り付けちょっとそうちょっと考えてたんですけどもう一回やるぞ今日のテーマはこちらです。サンシャインリポートのテーマはこちら。今の空ユウの気持ちは安定不安定不安定2回やらされたよしでは来ましたよこちらですよかつてこんなに気合を入れたサンシャインリポートありましたっけということで今日のサンシャインリポートのテーマは今のユウの気持ち安定不安定これ合ってます大丈夫ですかリハーサル通りでしたうわなんかコメントざわついてるだろうそうですねざわついてましたねはい、高山さんは情緒不安定ですねお薬出しておきますはいありがとうございましたさあそれでは続いてまいりましょう。5月31日水曜日イブニングから届いております。それではご覧ください。どうぞ。あれ？あれ？あれ？おや？ん？こんばんは。時刻は21時、まもなく36分です。引き続きソライブムーン、眉毛泉がお送りいたします。よろしくお願いします。何もなかった。もみ消しですね。あ、圧力がかかりましたね。闇の圧力、そうですね。はい。さあ、閣下の次は誰かな？次は6月1日木曜日イブニングから届いております。それでは参りましょう。どうぞ。はい。最後こちらですね。西日本方面この辺りは明日朝にかけて低気圧や寒気の影響を受けて雨が降るエリアがあるんですが、だんだんと遠ざかるにつれて天気は回復へと向かっていきそうです。雲の隙間が大きくなってくると天気は回復へと向かうサインです。はい、わかりました。どうしました？すいませんちょっとちょっと喋ってしまったですね。数分前からですねこのスタジオに森田さんがいらっしゃいまして、はい、そろそろお帰りになるそうですというお知らせが今入ってきましてお気をつけて森田さん何か言い残したことないですか？お天気カメラを、はい、見ましょう見ましょう。お天気カメラ、はい、これはどこに注目したらいいんでしょうか？画面の右奥雨が降っていると。ああ、本当だ。波のような感じで雲が来ている。こちら方面も雨が降るのかというところですか？あ、自転車なんですか？そうそうなのか。あ、確かに出られます？
出演、そうか、私のね横空いてますよ森田さんちの方だあれは自転車だから早く帰ると。私もこのバックハリテクノガーデンのビルの中にいる方が、バックハリテクノガーデンのビルの中にいる方がたくさん今帰ってるんです。たくさん帰っているところだと、それを確認してきたので、それを確認したということですね。それと空模様をちょっと気にしてどうしたらいいのかなという直接的なアドバイスをいただければと思っただけです。なるほど森田さん、じゃあこの画面の右の方ですね、中根さん この辺りちょっとびっくりしましたね結構ピンポイントな感じで、しかも突然な感じなんですけどはい、ということで、なんでしょうね、木曜日か、あ、多分なんか何か入ってたんでしょうね、はい、何か入ると必ず帰る前にスタジオに寄るっていう習性がありますね、はい、昔から、はい、さあそれでは続いてまいりましょう。あ、自転車で帰るから入ってないな、確かに、はい、さあ次はですね、6月3日土曜日イブニングから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。今日はあやちです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。今日は花火大会もやってますね、はい、あ、見えました。ここからは見えてはないのかな、横浜方面こっちみたいなんですけど、そうですね、そう、リポーター来てました。残念、見えるかなって思ってたんですけど、うん、そうですね、ちょっと、うん、そこまでは見えないか、難しいみたいです、ね、見通しがいいとランドマークタワーとかもね、うんうん、見えるんですよ、観覧車とか。あ、観覧車も見える、うん、見える見える。今日は見えてないのかな、今日はダメなのかな、うん、アップしてみます。ちょうど今ぐらいの時間のはずなんですけどね、うん、あ、でもこの辺り、ね、横浜この辺ですか。いや、この辺は羽田ぐらいやね、キラキラ、もっと左、もっと左かな、あ、これ違う、うん、あ、見えた、見えた、見えた、すごい、すごい、え、すごい、あ、ランドマークタワーも見えてますね、全然見えるじゃないですか、ランドマークタワーもバッチリだし、わ、すごい、すごい、近づくと見えましたね、バッチリ、すげえこのカメラ、こんな大きく見えると思わなかった、めっちゃ綺麗に見えてますよ、これ今一番いい席じゃない本当にすごい、すごい、今ちょうどフィナーレぐらいかな、そう、こんなにね上がってますから ね、もう終わり、あ、20時まで、あ、じゃあ本当ちょうど今最高、うんうんうん、最高に上がってる時ですね、かもしれない、お、いいですね、すごい、わー、すごい、これずっと見てられる、しばらく見ときましょうせっかくだしうん、あ、じゃあこのまま、じゃあ空人とかも紹介してもらっていいですか、そうですねはい、おー、すごいね、びっくりした、ただ肉眼でも見えないね、あんなにね、おー、いいタイミングでしたね、うん、これからこう東京湾でやる花火はチェックしておくといいかもしれないね、はい、ただこれも計算です。え松雪がクロストークで計算で仕込んでたんですね、はい、さあそれでは続いていきましょうか。6月3日土曜日のムーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。最後、兵庫県神戸市五郎さんからの1枚です。こんばんは、本日は神戸に宿泊、せっかくドス…せっかくドスってちゃう…せっかくですので夜景鑑賞、気温が13度ぐらいで肌寒いですということです。ありがとうございますだいぶ高台から撮っていただいたようで、せっかくですので、はい、綺麗な夜景リポートいただきましたコロさん、ありがとうございました今日の夜景ご紹介いたしました。さあそれではここからはクロストークですこの後のナイトの担当はアイリンさんです。よろしくどすえやめてくださいよ今日最後の最後怖い怖い
もうあの人の前で失敗したら怖いもうね、もうケツの毛まで抜かれるっていうのはああいうことを言うんでしょうね。はい、さあありがとうございました。続いて、本日あと2本ですね。はい、11本目になります。6月4日日曜日のモーニングから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。今朝晴れてる報告一番多くなりましたねこの間ニュースを見てたら風船避けたわけじゃないです、風船を避けるゲーム任天堂64、これ意外と意外といけるんじゃないですか、ほらしながら分かりました。あのこの間ニュースを見てたら、あのアムステルダムの国立美術館が2013年にリニューアルオープンしてから1000万人目の来館者に、あの一晩レンブラントの